先行じゃん。マリガンですが、応援引きに行きましょう。で、まあ、結果劇場引けたんで、まあ、特別悪いわけではないのかなと。でしかないけど。マリガンまでも遅くなってんの。別にそういう意味じゃないです。遅いできてそういう意味じゃないです。2枚替えか。まあ遅いから A クク。あとは何だろうな。まあ俺が組むとしたら、新カード使って組むとしたらフローラかなと思ったんだけど、なんとなく A トっぽい。行くとか言わないでほしい。おむつっこ、おむつ。グランプリかな？グランプリじゃないね、てかあれ。名前忘れたやつ。女の子出すとか言うのはいかがなものかと。フローラかな。でえなえっ、どれにしましょう。顔面を殴る。前打ちしてほしいけど、構築だから助空あるかな。タバサか。天使の守り。無限どんぐり研究部か、お前。なんだお前それ。無限どんぐりは面白そうだな。だって精霊の歌で復活したらお前9コス6枚ドローだからね。やばいだろ。9コス18、124枚ドロー。ウドラー入れたらまあね。私のターンですね。だから1、3コスもうちょいなんか入れんじゃないかな。フローラじゃない、なんだっけあれ、ポツとか。どうだろうか。ラーミアかどうかってのはまだこれでまだちょっとよくわかんないね。どうしようかな、やることねえな。よし頑張るよ。7枚。スルヌクさん、いいアイテム持ってない？いや持ってないね。いやこれね、ソウル相手にこの動きってプレミなんだよな。上手い人だったら絶対こんな動きしない。こんなのか出すとか言うべきじゃない。まあ、雲の巨人1枚は使っていいかな。なんだお前。強い。取れるとは思ってなかった。拍手ものだ。どれにしましょう。信じられません。甘く見ないでよね。上振れなめんな。いや、それはそんな嫌じゃない。いや、ずんな。ライバルズやるために前世で得積んでるから。え、みんな得積んでないの？恥ずかしいわ。なんかやっぱ心構えが違うよね。蘇りし者に新たな力を。これ迷うな。雲の巨神今宮行くか。いやエビプリが欲しいから、蘇りし者に新たな力を。適当なタイプ G とかにしよっか。ワンセンライバンズ生まれる前からライバンズ民だったのね。そうです。
まあ結婚したいしですし、まあ相手女優豊富だし、まあそう焦らずに行こうか。なることねえな。いや、音切り使っとくわ。次結婚するし。どれにしましょう。マジンガー、マジンガー。マジン、マジン、マジン、マジン。え、これマジでラーミア？これおむつデッキか。消えて何がしたいんだろう。いや、なんかこう見えそうではあるけどって感じですよね。まあ言うてスタッツ高いからな。まあいっか、とりあえず結婚すっか。おお、女の子出すとか言うのは。MP が足りないという確認。ありがたいで。私のターンですね。揃ったね。あとは10ターン目になるだけだ。ミラクルサード。イチコスキラー名人は強いな。イチコスなんだな、もう。貫通消えたのかな、ちょっとな。木か。どうしようかな。頑張るよ。ほい。トリアコ、トリマコでしょ。でパン1枚は使ってよくて、忙しいな。あ、かわいい、かわいい。よし、とっておきを出したよ。かわいいです。こうか、これいいんじゃない。先パン食わないとあれだね。キラーマジンがパン分裂の壺したってパン増やしたら目も当てられないから、それ気をつけないとな。どうなんだろうね。でもラーメン屋だったら今度溢れさすことできるんじゃないかなと思う。無敵パスターパン増やす、わら。チャンベリー、まあ、言うてベリアルこんなもんだよな。え、これちょっと待って。あ、これちょっとあれだね、キラーマジンがキャーになってるね。強いわ。ちょっとまだ焦らずに、適当にもみし男出して。マジ適当だな。ちょっとここら辺もちょっとちゃんとした方がいい気がする。よし、とっておきを出したよ。女の子出すとかさ、いうのはいかがなものかと。これで大丈夫だよ。適当な感想。私のターンですね。あれ、これなんで死亡時持ってんのこいつ。あ、あ、復活か。完全に忘れてた。
あんたなんで死亡じゃん。言うた相手結構嫌か。87。ちょっとマジか。マジか。マジか、マジかる、マジきれ。行くしかねえよな。トップすげえ大事。おしゃれなバンダナ。無敵パスター、診断すぎる。行ってこい。ベリアル VS キラーマジンガ。どっちが強いかお前に教えてやる。で、このメガトンケールいけるけど、いかない。サムネ取っとかないと。殺せよ。いいキラー名人、ほうしゅんさん、いいキラー名人ですね。なんだてめえこの野郎。悪魔はマジで俺は嫌いです。やばすごくないゲーマー、さらしが怖い。龍弱、完璧な配置だわ。桜葉空、黄色すぎる。俺は大学で配置学を履修し、ピピロピ、ウス、ワン、ワン、あとはネルゲルの配下型ベリアルが出てきたら役満。桜葉空、相手強。俺でしょ、やっぱ、一コスキラー名人。しかも確定ビルプリスト。この神構築は。でしかも火炎草が2枚くると、火炎草が2枚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 。わかんねえこれね。これで大丈夫だよ。忙しいな。次プリキュアか。これで大丈夫だよ。タン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 タラタンタラタンタンタタタ。そこはやめて、マジで復活。悪魔を殺せよ。火炎草。どれにしましょう。火炎草。デッキがつきそうです。そうそう、デッキがつきてほせ。ファンファーン。楽しいな、ライバルズ。キラーマジンガさんは、どうしてそんな貧弱なんですか。え、マジで負けんの。癒しの波動。がっつりコントロールじゃん。フローラも疑問に思ってる。キラーマジンガ様はどうしてそんな弱いんですか。やべ、超幸せ入れとくべきだったな。プライドが邪魔して。マジで負けんの。1個制にしたのに。ピピロピ、ここまでやって負けんのか。くっそ、マジで進化の秘宝の力、見せてやろう。さあ、この進化音で目覚めよう。おお、リッカちゃんだ。
マジで笑う。え、なんで私たちの冒険はここで終わってしまった。なんで負けるんだろう。負けたんだけど。私のターンが使われないな。確信チピピロピ。あ、忙しい。マジンガさん1コス1コスにしたんだよ俺。え、マジか。楽しいね、ライバルズ。イエーイ、ライバルズ楽しんでる。ちゃんと遅いデッキだったしな。レップレでよかったな。虐待していく。何それ。そんなマイレージあったっけ。マイレージ難民かお前。ここまでやって輝けないマジンガさんって、モツミオや明らかなパワー差を感じる。折口ヒラ78の動きが弱いから調子合わせ入れとくべきだった。調子合わせ入れるだけで結構違かったかな。アクバー最強。てかこのあれ何これ、初めて見たんだけど。ボコボコだ。いやー、マジンやりたいことできたのにね。やりたいことできたのにね。なんで負けたんだろうね。